フサインがディバルを撃っている場面戦の一打事件とは、アルジェの大主フサイン分派者が1827年4月29日に自分を愚弄したフランス中アルジェ領事ピエールディバルの方を羽戦と呼ぶで撃った事件である。1789年のフランス革命は小麦の不足が革命の引き金の一つであった。 国民公開の採択した当時世界で最も民主的な憲法であった1793年、憲法は貧しい民衆からは支持されたが、大損害を受けた王子主たちからは支持されなかった。フランスはウィーン会議により再び革命前の王政に戻れたが、支配者たちは民衆を飢えさせると革命が起きるという教訓を忘れなかった。食料を しっかり確保しないとまた革命が起きてしまうと恐れたフランス国王や貴族たちは対岸のアルジェリアに目をつけた。フランスはフランス革命の最中からマルセイユからアルジェリアの小麦を輸入しており、アルジェリアを領有すれば小麦やパンを大量に確保できると国王は考えた。中アルジェ領事のディバルは国王やマルセイユ商人にそそのかされ、 アルジェリアへの攻撃のチャンスを伺っていた。フランスがアルジェリアを攻撃している様子。1827年4月29日、フサインは、ディバルがひどくフサインを侮別したのでカットなり、ディバルの方を扇で撃ってしまった。その後、シャルル10世は、待ってましたと言わんばかりに、彼の全権委員を通して、フサインに謝罪を要求し、すぐに、アルジェ公封鎖を行った。 このアルジェ港封鎖は3年続いたので、フランス商人はアルジェに行けなくなり、損失が発生した。一方、バーバリー諸国の海賊は封鎖令を免れることができた。交渉の提案のため、1829年にフランスがフセインに大使を赴むかせると、フセインは大砲を持って、フランスの艦隊に砲撃した。これにより、フランスはアルジェリアへの攻撃を開始した。 もっとも、この事件は、小麦の欲しさに、アルジェリアを狙っていたフランスが仕組んだ罠だと、言われている。ありがとうございます。